おそらく多分歌舞伎町のスケールを多分もう超越したイケメンで、俺も初めて出会った時にこんなイケメン歌舞伎町におるんやみたいなイメージが俺は本当に強かったから、やっぱグループの違いによって来店されるお客様の層が違うかったりとか、全てやっぱ違うんですよ。でそこに俺めちゃくちゃやっぱ苦しんでて、2022年、昨年までの体制をガラリと変え、プレイヤーとして大活躍を続けた圭吾が代表代理に就任し、新たな姿で1年をスタートさせた。そして昨年飛躍を遂げた5人の男たちが今年から幹部に昇進を果たした。今回幹部昇進を果たした男たちと代表代理圭吾の対談が実現。幹部になった感想やキャンディーをどんなお店にしたいかなど率直な思いを語ってもらった。さらに圭吾と彼らの掛け合いまで、今まで表に出なかった彼らの新たな魅力や圭吾さえも知らなかった過去も明かされることに。本当に言わせてもらいたいんだけど、未来は俺が認めた男なんで、絶対歌舞伎町で成果取りますよ。あの青汁王子が認めた男、ホスト界のスターがキャンディーの中枢に参戦。新幹部に昇進を果たした立花未来、昨年キャンディーに電撃入店を果たし、瞬く間にスター街道を駆け上った。電撃参戦後にもかかわらず、多くのグループランキングにも姿を見せ、今年のさらなる飛躍を予感させた。圭吾×立花未来。2人目は、ファンもね嬉しいと思います。本当にイケメン。俺今正直この対談も緊張するぐらいかっこいいと思ってる。めちゃくちゃかっこいい。ただまあ俺の次になるからね。どういうことですか。ちょっとファンになっちゃうから。ちょっと緊張してて。それめっちゃ思います。それはめっちゃ思いました。これちゃんと使ってください。全然いかんなんだけど。まだ俺もやっぱ実は MC 2人目で。まだ正直ちょっと上がってる部分もあります。いやでもなんか圭吾さん緊張してるところとか見るの好きだったね。ちょっとそういう S なとこもあるんですか。いやなんか圭吾さんってやっぱこう理想とするホスト像というか、まあ完璧な人っていうイメージが強いから、ちょっとこうミスすると嬉しいなみたいな。いやもうミスだらけですよ本当に。だからね、今回僕もこうやって MC やらせてもらって、まあ、立場としてね代表代理っていう役職をいただいて、俺は素直にこの今回の企画の新幹部5人の誕生、すごく心強かった。その中でも、まあ、未来くんね、あの役職はスタープレイヤーですね。スタープレイヤー、あのここは変わらないですけど、中身としては幹部になったってことですね。そうですね、はい。もう彼だけの役職です、スタープレイヤーを。だって圭吾スタープレイヤーだったらなんか変だよね。いやいや、よくないですか。だってね、グルダンのランカーにもなってるし、3年連続1億、スタープレイヤーです。まあまあ、そっか、スタープレイヤーだな、はい、じゃあ役職変更お願いします。代表代理ちょっと代表代理の方がいい。重たい。いやいや、スタープレイヤー代表代理の方がいいですか。代表代理の方がいい。あ、本当？圭吾SPって言われるのも近いかなと思ったんだけど、ダメか。いやなんか、圭吾さんはやっぱりかっちり硬いっていうイメージがあるから、絶対そっちの方がいいと思います。あ、ほんま、はい、そっくりそのまま返すわ。幹部以外の子とか、多分未来君に対して恐れ多くて喋れねえんじゃねえかっていう子たちが多分いっぱいいると思うんだよね、はい、実際その点はどう思う。だからめっちゃ言われるんすよ、それ。おそらく多分歌舞伎町のスケールを多分もう超越したイケメンで、俺も初めて出会った時にこんなイケメン歌舞伎町におるんやみたいなイメージが俺は本当に強かったから、いまだに多分そうやって思ってる人多分いっぱいいると思うよね。ホストの仕事を始めてる時点で、まあ、イケメンなわけじゃないですか、イケメンじゃないとホストになれないじゃないですか。で、なってくると全員イケメンなんですよ。だからもうあとはもうタイプの問題、好みの問題でしかないから、誰がかっこいいとかもないんですよ。過大評価です、完全に。こう見てください、この謙虚な人。いや本当は絶対そんなことない。絶対に思ってない。バレました。だって絶対に、あの腹の内ではみんな俺とは違えよな。いやでも考えてくださいよ。だってこのキャンディ、でかいキャンディでキャスト60人ぐらいいるじゃないですか。じゃあもし本当仮に僕が一番かっこよかったら、全員僕送りじゃないですか。キャンディーって結構ばらけるじゃないですか。はい。だから別に誰が一番イケメンとかないですよ。来た女の子のタイプが
その人にとっての一番かっこいいなんで。聞いてください、これが未来様の名言。昨年を振り返ってみてどうですか。はい、4月から、キャンディーに参入してるじゃないですか。うん、圭吾さんもね、すごくこう離席して2、3ヶ月ぐらいめちゃくちゃこう話付き合ってくれたじゃないですか。僕すごくこう全てがうまくいってるように見えがちというか、あんまりそういう、こうマイナスなオーラとかも出さないようにしてるし、まあ、数字的にも、まあ、一応キープはし続けてるんですけど、この中でもやっぱり僕の中での悩みだったりとか、そういう移籍してっていうところでちょっと最初つまずいたじゃないですか。営業終わってから本当に僕のその仕事についての悩みとか、めちゃくちゃ聞いてもらってたぐらい、やっぱ最初は僕結構苦しかったんですよね。ぶっちゃけそのキャンディーやっぱり違うなとか、自分の肌に合わないなみたいなとは思ったことはあったのか。すごい、いやガチガチやな。俺も聞いててちょっと脇汗出てきそうな的を得てます。完全に僕が圭吾さんと話した内容はそこなんですよ。やっぱグループの違いによって来店されるお客様の層が違うかったりとか、お店によっての動き方とか、顧客として定着するタイミングとか、全てやっぱ違うんですよ。でそこに俺めちゃくちゃやっぱ苦しんでて、なんすかね、これ結構だって話、これがっつり話したところですもんね。結論、はい、今それは解決したんですか。結論解決しました。あ、はい、移籍者はいかに柔軟にその環境に適応できるかでしかないです。自分のやり方、自分のそれぞれのグループのやり方、それぞれ強みってめちゃくちゃあるんですよ。勢いだったりとか丁寧さだったりとか、いろんなこう要素がある中で、移籍した場合それを貫けるほど組織とか環境って甘くないんですよ。カスタマイズできるかどうかですね。その自分の今までのいい要素を残しつつ、そこの環境に合った動きとかをいかに自分を柔軟に適応できるかが結構分かれ目というかね、移籍して結果が出るか、そこでやっぱ結構合わないわってやめてっちゃうところの差かなって思ってるんですね。今言えることとしては、今の自分が多分今一番いい状態だなっていうのは思えてるんですね。これだけは知ってください。立花未来にマイナスな1年はない。いや、本当に今話して多分みんな思ってると思うんです。本当素敵ですよね。本当ね、苦しさもいいところもあった1年だったということで、はい、幹部としてお店をどういう風にしていきたいか、すごくこう、これは僕自身も今めちゃくちゃこう考えてることで、圭吾さんの動きとかもめちゃくちゃ見てて、やっぱこの人すごいんですよ。本当にいろんなホストさん見てきてる中で、この人だったらついていきたいなって思えたのがやっぱ圭吾さんで、圭吾さんってやっぱこう何でもやっぱ一人で立ち回ろうとするというか、まあできちゃうから、それぐらいこうやっぱ能力も高いし、やっぱ人としてもやっぱ尊敬されてるし、圭吾さんには圭吾さんのやっぱ悩みが絶対あるはずだしと思ってて、山尾くんと、まあ、僕結構仲いいんでこう話してるんですけど、僕らができることなんだろうって考えた時に、圭吾さんが作りたいお店、圭吾さんのこう目指すキャンディーズをだったりとかを、まあ、サポートできればいいなっていうのは思ってますね。なんかいやもう本当に話しててもね、この良さ俺が気持ちいい動画になってますけどいいんですか本当に。今後の目標、個人の目標かな。もう僕結構そのマイペースなんですよ、数字とかを僕は追ってるようで追ってないというか、それなんでかっていうと、やっぱ数字数字ってなっちゃうと必ずお客様に伝わっちゃうんですよね、その殺伐としてる感じというか、はい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 、ただランカーとかを目指す上で数字を追いかけるっていう側面も必要じゃないですか、そこのバランスを僕は今年どうやって取ろうかなっていうところをまずは考えてて、まあ、最優先は本当にもうお客様ファースト、お客様が楽しい、未来君を指名してよかったって思ってもらうっていうのが大前提、僕の本当にこう掲げるホスト像であって、でそのじゃあ僕に対して価値を見出してくれて応援してくれてるお客様たちが今年1年未来君を応援してよかったっていう結果がランカーであれば僕は嬉しいなって思ってて、女の子にこうめちゃくちゃこう頑張ってもらって、じゃあ自分がこう負荷かけまくってもう何でもいいからとりあえず数字上げたいっていうわけではないんですよね。お客様が気持ちよくこう応援してもらえるように僕が最高のパフォーマンスでいるっていうのが僕の突き詰めるホスト像なんで、数字はもちろん追いたいんですけど、まあそれはもうあくまで結果論であって、価値を持ってもらえるために僕がパフォーマンスを最大限上げればいいだけかなっていう感じですね。ここまで心のできたホストさんってあんま歌舞伎町に僕はいないイメージなんで、本当に
なんかダメだ、これ綺麗事ばっか言ってるみたいになってる。いやダメだダメだ、そういう意味じゃなくて、ちょっとこうやってお茶目な部分、ほら今笑ってるでしょ、可愛いでしょ。これだ、怖い怖いじゃないですか、なんかこの、うわこいつ綺麗事ばっか言いやがってって思っちゃう。いやみんなの期待も背負ってプレッシャーのかかる1年になると思うけど、それは自分の今心に秘めたるもの、心で決めたことを絶対全うしながらランカー目指して頑張ってもらえたらなって思います。はい、昇格おめでとうございます。他グループからの移籍で必ずと言っていいほど当たる大きな壁、それを見事に乗り越え飛躍を遂げた彼が今年キャンディーをグループダンディーの頂点に導くのか、2022年、彼とキャンディーの活躍から目が離せない。ネクストプレイヤー1、歌舞伎町で噂のあの男が登場。風林会館最上階、天空の大宮殿。数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディー。グルダン史上最大となる圧巻のスケールが今歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディー60人の豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。